このいつもここから出てる石でしょ、これ。石ですね。わざわざ他から持ってくるのもね。船出現場なんで他から持ってこられっこ、うん。だから、御嶽山お祭りする人たちが、ここにやったもんじゃないですか。でね、多分ね、ここに、あの、昔のその明治の地図見るとね、ここに御嶽山、それからこのずっと下ったところに白山神社が、この石ぼこらがあった。あったんですよ。だけどそっちは多分俺、崩しちゃってると思う。正代神はね、明治34年の、あれだね。だけどもそれよりも前からそういうものあったと思うんだよね。急にそんなもの出るわけねえんだよ。そうそう。やりやまにもこんなすごいのあるっていうこと。そうですね。これはちょっと、これはあんま知られてる。これはいい。知ってる人しか知らないよね、これは。